世界ボクシング機構 WBO は8日最新の WBO アジアパシフィック AP ランキングを発表。キックボクシング42戦全勝で1月23日のボクシング転向後3戦目エディオンアリーナ大阪で初の KO 勝利を飾ったナスカは天心25イコール定権イコールがバンタム級1位にランクインした。 最新は2月度ランキングで、1月度ランキングではスーパーバンタム級5位だった。ナスカワは昨年4月8日にボクシングデビュー戦で日本バンタム級2位だったヨナハユウキ、新星、2判定勝ち。9月の2戦目でメキシコ同級王者のルイス・グスマン、メキシコ、を8回判定で下した。今年1月の3戦目で WBA、 WBO 世界同級14位だったルイス・ロブレス、メキシコ、23回終了 TKO 勝ち。次戦は7月20日に東京で、4戦目として空位のボアップ同級王座決定戦を戦う可能性が出てきた。同王座は現 IBF 世界同級王者の西田亮介、27、イコール6島イコールが王座を返上した。 ナスカワは WBA 世界同級7位、WBO 世界同級10位、WBC 世界同級11位、東洋太平洋同級4位、日本スーパーバンタム級3位にもランクインしている。プロ戦績は3戦3勝。